三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク倉敷三井アウトレットパーク倉敷は岡山県倉敷市に立地する三井アウトレットパーク系列のアウトレットモールである JR 倉敷駅北口のテーマパーク跡地に建設され2011年に開業した三井不動産グループが展開する三井アウトレットパーク11番目の施設で岡山県では初 中国地方では開業当時最大級のアウトレットモールである。旧倉敷防石倉敷工場跡地に開設され、経営難により2008年12月31日をもって閉園した都市型テーマパーク、倉敷ちぼ公園跡地の再開発事業として2011年1月27日に着工、同年12月1日に開業した。セブン アイホールディングスグループの大型複合商業施設、アリオ倉敷、倉敷市管理の倉敷未来公園と一体的に整備されている。アリオ倉敷は2011年11月25日に先行開業している。本州と四国の結節点である倉敷市の中心部に位置しており、香川県高松市、丸亀市、広島県福山市を5 0トル圏内に含むことから、 広範囲の集客を想定している。アウトレット業態として、日本初出店6店舗、中国地方初出店112店舗を含む120店舗が出店している。また、地元コミュニティ放送局の FM 倉敷が、同局としては2カ所目となる、サテライトスタジオを設置し、月から日、土に生放送を実施している。ありがとうございます。